ヒメアマガエルは、ヒメアマガエルかヒメアマガエル族に分類されるカエル。日本固有種で、奄美諸島、沖縄諸島、先島諸島に分布する。トカラ列島、タラマ島、先島諸島に外来種として、移入分布する。体長2.2から3.2センチメートル。体型は扁平で、胴体は幅広いのに、頭部は小型で、独特の体型をしている。全身はほぼ褐色で、 背面中央に濃い褐色の反紋がある。前足は小さく、甲子はよく発達し、跳躍力も強い。足の水かきはあまり発達しない。以前は、エムオルナータのシノニムとされていたが、2005年に独立種として分割された。また、以前は、ジムグリがイルカとされていた。低地から山地にかけての森林、草原などに生息する。夜行性、植生は、 動物食で、主にアリを食べる。繁殖形態は卵生。周年繁殖し、1回に2 7 0 1 2 0 0この水面に浮かぶ卵を産む。浅い水であればほとんど何でもよく、バケツの溜まり水や、道路の水溜まりにまで見られることがある。妖精は独特で、体は腹肺にやや扁平で、目は左右両端にある。胴体は透明で、内臓が透けて見える。 他のオタマジャクシは推定にいて、大きく、を動かして、泳ぐのに対して、ほとんど中層にあって、細かくお先を動かして泳ぐ。A.B. 姫アマガエル国立環境研究所、新入生物データベース。ありがとうございます。